マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。お店じゃん。長井よくこんなお店知ってるね。ああ、こないだこの辺通りかかった時たまたま見つけたんだ。そうなんだ、ナイスチョイスだね。グッジョブ長井。サンキュー。メイコ何飲む？ああ、私はカシスソーダ。オッケー。すいません、カシスソーダとあとバーボンをロックでください。じゃあワイルドターキーにしようかな。はい、お願いします。見て見て。おお、まばゆい。でしょ、彼にもらったんだ。さすが、稼いでる彼氏は違うよね。俺には買えねえ。てかさ、まず買う相手がいないでしょ。そうだった。長井も早く彼女作んなよ。できるもんなら、今すぐにでも作りたいよ。本当に？長井だったらすぐにできると思うんだけどな。女の子への当たりもソフトだし、話もよく聞いてくれるし、私にはその気がないように見えるけどね。いや、そんなことないって。修行僧じゃあるまいし。修行僧ってそうなの？いや、わかんないけど。じゃあ過去の停滞失恋をまだ引きずってるとか。違うよ、そんなんじゃないから。メイコはすぐそうやって勝手に決めてかかるけど、ほんと何もないんだって。ただできないもんはできないの。なんかもったいないね。メイコとは大学からの友達で、就職してからもこうやって時々一緒に食事をしたりしている。言うまでもないことかもしれないけど、僕は学生の頃からずっと彼女のことが好きだ。当然メイコは僕の気持ちには気づいていない。食事を終え、二軒目に立ち寄ったマホガニーのカウンターが印象的なバー。たまたま見つけたんだってさっきは言ったけど、本当はずっと前からメイコを連れてきたかった店だ。はい、じゃあ乾杯。乾杯。こってり料理の後はこういうシュワッとしたのがいいわ。炭酸は胃にいいって言うしね。炭酸ってそうなの？あ、いや、どうだったっけな。長い曖昧な知識多くない？多いな。さっきの長いに彼女がなかなかできない話に戻るけどさ、うん、今考えてたの。そういやさ、私の彼氏もね。あ、すいません、灰皿もらっていいですか？会話が途切れて、二人の時間がさまようたびに、決まってメイコは彼の話ばかりを繰り返す。メイコのことは、どんなことでも知りたいはずなのに、彼女の言葉を遮るためだけにタバコに火をつけた。マスター、バーボン、もう一杯ください。ちょっと長い、飲みすぎじゃないの？だいぶ酔ってるじゃん。大丈夫？大丈夫だよ。あと一杯だけ。鍵をかけて、終電を越えて、君がこの店から帰られないように。今はただ、独りよがりだけど、本当の気持ちなんだ。君もいっそ酔ってしまえばいい。そして彼のことを忘れちゃえばいい。そう思いながらも、残りのバーボンを今飲み干して、僕は時計の針を気にした。メイコ、そろそろ終電だろ。ぼちぼちでよか。